皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は6月5日のお昼頃でございます。以前にもお話をさせていただいたことがあるんですけれども、私の親友、この親友はニューヨークのね時のルームメイトなんです。ルームメイトで知り合って、でもう本当に大親友になって、で彼女も今帰国しておりまして、今は別の県に住んでいるんですけれども、その彼女から、また昨晩のことなんですけれども LINE が来まして、今回のねこの両陛下の英国ご訪問、ある霊能力者の方が22日はカーンと言っているそうなんです。で、やつらの本気度が今回は違うということで、親友もすごく心配しているんです。で前にもお話しさせていただいたんですけども、この親友っていうのもね本当にねすごい能力のある子なんですよ。でその彼女が言うので、もう、ね、私ねもう余計に心配になるんですけども、で、同じリクエストをねもう以前から愉快なお仲間たちから頂戴しておりますので、それではということで本日占わせていただこうと思いました。ちょっとね先に私の思い話させていただいてよろしいですか。私はね大丈夫だと思ってるんですよ大丈夫だと思ってるんですけども、でもね、見させていただこうと思います。で、このカードをね引かせていただいた際にお話をさせていただいたのは、両陛下は英国へご無事に行かれ、そしてご無事に過ごされ、そしてご無事でご帰国されるかというふうに毎回、伝えました。ではカードに答えていただきましょう。カードに答えてもらいましょう。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。まず1枚目です。32番、逆。これね見た途端に能登の時の、航空機トラブル、ね、それで待機、そういうことが2回もありましたよね。あのようなことがちょっと浮かびました。なぜならば時間が足を引っ張るなんですよ。両陛下に十分な時間がないとか厳しいスケジュールを強いられるような。あとねカードはその両陛下の目的を逃すというのは失速をなうとか、欠席するとか、そういうことのないようにテキパキと動いてくださいっていうのが出てるんです。なので何かちょっとねそういうどうしてもあの時のね航空機トラブルっていうのが浮かびます。待機させられて、ね、乗り換えてとかね、随分時間も狂うじゃないですか。ちょっとそういうのが来ているような感じがします。ビクトリー、逆ですね。これね完全にもう正位置の時と逆位置の時、もう本当に意味が逆になりまして、これねちょっとねどう訳したらいいかなって感じなんですけれども、何かね一時的な失敗とも言えますし、ちょっと全く真逆になるんですけども、絶え間ない失敗みたいな。これねキーなんかでよく出るカードなんですよ。絶え間ない失敗ですよ。しかもですよね、ですがちょっとね、何かね他でもない両陛下が失敗なさるわけがないじゃないですか。だからねそんな気分にさらされるような感じなんとなくするんですよね。もうずっと何かそういう、失敗をしないように気をつけなければいけないような、そういう何かをされるのではないかなっていうような、なんかそんな感じ。あとねこれね短命という意味があるんですよ。もう本当にそれしかないんです。なので本当のお命でなくても、例えばですよ、例えばこれが増税腐る眼鏡ならね、政権の短命とかね、そんな感じで、例えばですよ、あまり良くない。次いきます。デザイアー、マニー、ウィドワー。
これキーですね、これね婦人でも出るんですけど、やっぱりキーに見えるんですよね。欲、切望、渇望、もう強く欲する、そんな感じで、これはやっぱお金なんですよね。もう税金をね、もう湧き出るような税金使いたい、湯水のごとく使いたい、それから一生経済的に保障されていたい。出自がね、みすぼらしいですよね、もうね、骨の髄までみすぼらしいですね。そんな感じがします。あんまりね、出自出自ってそんなことをね言うものではないです。それはよくわかっておりますね。ですがあまりにも卑しいんですよ、心が。なのでそこを突きたくなる。でこちらです。これね、私ちょっと皇后陛下がお気をつけられた方がいいような気がするんです。なんかそんな気がする。これね、女性を葬るで、とにかくキーは、次に敏宮殿下ということがないように、でここに立たせるのは、ああそしてその次は H っていう風に、このお金のためにも切望している、お金のために切望している、それは分かるんですよ。分かるんですけど、少し私今回ね、なんかね皇后陛下も少し感じるんですよね。となるとここ夫人も絡んでるような感じはしますよね、もちろん。次見ます。ミリタリーパーソン、メインパーソン、セフト、また出ましたね。これね、夫人のコロナの感染の占いでこれよく出てきてましたよね。同じことだと思いますよ。やっぱり邪魔してるんですよ、これなんですよ、同じ泥棒だと思いますよ。でこのカードなんですけども、制服を着た人々、ね、どんな制服かは分かりません。それは自衛隊かもしれない、ね、航空警察かもしれない、ね、ドクターかもしれない、ね、分かりませんよ、何か分かりませんよ、ね、だけど、何かちょっとそこも感じます今回は。それと、こちらの出来事を強調してますこのカードが、アンダーラインを引いて注意してます、でこの特定の問題、この特定の件はまさにこのようになるように予想されていたっていうカードですので、最悪のことがないことを祈りますし、あとこれ安全の必要性も伝えているんですよ。なので安全やはり心配です。そしてこれはもうまさに皇后陛下です、メインパーソン、そのままもうね、皇后陛下のが主役になるという、その皇后陛下が際立つ素晴らしさがね、皇后陛下が輝く場所、もうそこには出したくないっていう思いがきます。でこれはね、失うとか喪失とか、ひどい場合は多肥だってあるんですよ。でとにかくエネルギーを奪って、いろんなことでね、エネルギー、気を奪うわけなんですよ。そして弱っている間に己の目的を達成しようとする、そういう感じが出てるんです。とにかく、両陛下から何かを取り上げようと画策しているとか、すでにもうそれがそういうことをしている、今回の英国ご訪問だと思いますよ。でそのせいでこれ、何かやっぱり皇后陛下を感じるんですよね。以前のように継続できなくなる、で泥棒をはっきりと警告しているカードなんです。なのでこれも注意が必要です。ちょっとね、前回能登の時に占わせていただいた時とは違いますね、なんか出方が明らかに良くない。遠慮せずお話しさせていただきます。あ、良くない、これね、これ呪術のカードなんですよ。あのね、魔術とか、あのね、アメリカのカードですので、そういう意味なんですけども、これ日本に置き換えますと呪術です、ここに出ているのは呪術の熟練者、達人で、両陛下は
周囲に注意しなければならないような人物がここに出てます。両陛下に悪意に満ちた目を向けている嫉妬深い人物、まあ夫人やキーでしょうね。それとある特定の目的を成し遂げるために雇われた人っていうのが出てるんです。なので雇っている可能性がある、呪術の達人を。でもね、他でもない両陛下ですからね、しっかりと結界の中におられて守られているとは思うんですけれども、ね、何せご旅行に出かけられる、で守られていると私は思うんですけど、カードはそうじゃないって言ってます、これね、誰かが呪術を使って状況に影響を与えている、もうすでに与え始めているような感じがするんですよ。そして妨害とか遅延があったら、それは呪術の結果だとカードは伝えています。で、成功しないとか気エネルギーが低下する、両陛下のね、そのせいでご病気になったりとか、このカードはひどいんですよ。意味はね、何もうまくいかないって言ってるようなカードなんです。悪霊によって生じる被害、私がいつも申しております魔物どもなんですよ。でもね、本当にその力よりも、陛下がお持ちの力の方が私は強いと思うんですけどね。でもカードは警告しています。何度も申しますが、占いは不吉な予言じゃないですからね。不吉な予言じゃないんですよ。先に知ることによって今を変えれば先が変わるということなので、そのために占わせていただいております。 Difficult choice、 これクリーチャースティック、 Hope、 いやこれはね、難しい選択で、これは何か希望とか期待とか見込みがあるんですよね。でもこれはね、私またね、宗教団体のような感じがするんですよ、難しい選択、何を伝えたいのかカードは。でもここに出ているのは、何かやっぱり宗教団体だと思うんですよ、統一、なんかそんな気がする。これキリスト教の聖職者っていうカードでもあるんですけども、で行き先が英国でしょ、なのでこうやって当てはめて考えることもできるんですけども、そうは見えないので、そうは見えないということをお伝えしておきます。ドクター 4、 あら、こんな出方初めてかもしれない。これ何か気をつけた方がいい意思ですね、なので病気に気をつけた方がいいというのか、それとも意思に気をつけた方がいいというのか、敵敵と2回出してきてますカードは。こんなこと初めてじゃないかしら、これは敵と対抗者、ね、敵対抗者反対者、恐れです、怯えです。でこちらは敵、ライバル、競争、戦いです。とにかく敵敵で意志って出てるので、わあ、お医者様には気をつけた方がいいのかもしれない、かといってね、あの今のね、例えば皇后陛下の主治医に、寺院ね、あの気をつけなければいけないとか、そんな話ではないと思うんですよ。そんなお話ではないと思うんですけれども、でも一応ちょっとこれカードこんな風に出てますね。これ相当気をつけるようにと言っている感じがします。いやー、ちょっと嫌だな。ミスフォーチューン、ギフト、じゃあね、やっぱりこれ英国ご訪問ですね。で見てください、これ危険とか不運、不幸、災難、それを送られている気がする。これ皮肉っぽい、この旅に。
険が出ている、今回は出てますね。またウィドワーだ。です。わあ、ちょっとこれね、本当これね、 なぜか今回本当に皇后陛下お気をつけになった方がよろしいかと思います。またウィドワーなんですよ。男やもめで、これです。これはね、本当は忠実とかね、律儀とか信頼とかってこうね、いいカードなんですけれども、なんかね、これ犬がいるような感じがするんですよね。一味の犬ね、そんな感じがする。あ、まただ。うわー、これちょっとね、Without you knowing まで出ましたね。これはね、憎い女なんですよ。憎い女。これはその嫉妬深い人物から見た皇后陛下のような感じもします。今回。それと我々にとっての憎い女の存在がここに出ている。で、これはとにかく何かを陰で、闇で、裏でこそこそやっている。そんな感じなんですよ。良くもあり悪くもある、どちらもでも出るんですけども、これ見てください。気をつけてって言ってるんです、あなたの知らないうちにと。なので本当に気をつけた方がいい。あ、これ皇后陛下だと思います。3番聖地、これね、カードは皇后陛下の健康状態は良好ですよと我々に伝えています。良好ですと。そして病気からの回復と復帰を伝えています。あのね、また何かあると皇后陛下を出させまいとするために、あの休養を取るためにここは陛下を一人でとかやってますよね。いや、休養じゃないような感じがしますよ。体力向上も伝えておりますし、楽観できるってカードは言ってます。楽観できると、なんか病気とか言ったらおかしいということを我々に伝えていると思います。これは何だろうな、これはね、今度お金です。お金なんですよ。お金で何かある、収入減、金銭的損失、なんだろう、ご訪問にあたっての何かお金で嫌がらせするんですかね。なんかそんな感じがする。これお金なんですよ。入らなくなる、何かある。これはね、やっぱりね、この2枚目のカードビクトリーで出た、あのね、何かね、ずっとね、ずっと何か失敗なさるんじゃなくて、失敗を懸念していなければいけないような状況にさせられるのではないかと感じたんですけども、これがそれを強調してます。これはね、両陛下が臆病になることと懐疑的、大丈夫かなとか、こういつも疑っていなければいけないような感じとか、懸念、心配、不安、それから失敗の恐れ、失敗してしまうんじゃないかっていうような何か恐れ、それは両陛下の能力はもうしっかりと終わりの方々なので、例えばこれ時間がなくなってできないのではないかっていうような、そんな思いとか、あとはね、そのせいで自信がね、こう低くなってしまうというか、自信がちょっとなくなってしまうような、そんな感じまで出ているんですよ。でもそんなに英国行って周りで嫌がらせができるとしたら、日本じゃないんですからね。犬を忍び込ませるんですかね。まああんまり私の考えはやめときますね、違っていたらいけないので。マニーカンサレーションヤングウォーマン、これ普通しかなんですよね。なんだろう、お金と富、そして
慰める人誰をって鹿をっていうのが出てるんですよね。なんでこれなんで英国に関係あるんだろう、なんでだろう。なんかねこの英国ご訪問のお話が出るのと出たのと前にね、前というのは去年じゃないでしょ、あの今年に入ってからね、それとこの鹿のギリシャ、なんかねまるで張り合うかのごとくに出してきましたよね。でバンバンやってますよね、このハラスメントをね。ゾッとしますよね。何かここに出てくるっていうのはやっぱりねここで何か張り合ってるような感じがするんですよ。もう情けない結果でしたからね、またしても本当にある意味前回のペルよりひどい結果でしたこれ。なので、まあ、慰める人が出ている、まさかね同じこれがしたような失敗と同じような失敗をさせようとして邪魔するんじゃないでしょうね。こんな失敗をどうして両陛下ができようか、このアートキーなら簡単にしますけどね、同じ失敗は。でもなんで出てくるんだろう鹿が。これ鹿ですよ、ヤングウォーマンって出ていて、ヤングウォーマン、あ、今ちょっと一つ思ったので、あの戻らせていただきますね。全く考え方を変えた時にこのヤングウォーマンがもしかして今ねキャサリン妃だったとするじゃないですか、ね、でこれほら慰める、心の平安、ね、慰める人っていうのが出てるんです。でもその前にそうなるとこのお金が何なんだろうってなるんですよね。そしたらねお金にそれがないんですよね。ちょっとなんか、ヒントになるかな。でも、まあ、鹿っていう気もしますね。キャサリン妃をこれでは出さないような感じがするんですよね、このカードでは出さないような気がする。あ、またお金のことが出てますこれ。バンクアドミニストレーションプロブレム、病気。これね3枚バラバラだな、続けてストーリーになってるのではなくて、このカードは3つのことを言っている。1つは喪失、何か金銭上の心配事の脅しがある、金銭上の心配事あります、出てます。だってこれ本当おかしな出方ですもん。これなんでこんなところに、これ収入減とかで、どうもこれも気になるんですよね。これなんだろう、お金まずこれある。でこれまた別のことです。これね政権が今問題ありますね、政権の問題、まあ、伴って行政銀行そして陣営、一味の問題これがあるということをカードは伝えている。そして病気を出している、病気、本当にご健康には気をつけていただきたいっていうのと、H が病気だっていうので、あの追い詰められているっていうのがあるかもしれないですけどね、そのことで出しているならまだいいですけど、私はちょっとここでいや皇后陛下は回復なさってますよってこう伝えている、楽観視できますよまで言っている、わざわざ伝えてるんですよカードが。なのでちょっとこの病気を疑った方がいいっていう、何かあってもおかしいということを、例えば本当にご病気になられたとしたらそれはおかしい、もしも本当だったとしたら、健康を害されたとしたらそれはおかしいと見た方がいいというふうに伝えているような感じもする。でもそれだけはあってほしくないです。ではこちらのカード6枚引いております。Birds. Lilies. Rider. あ、ちょっとほっとしました。もうここでお墓とかね、もう出てきちゃう。本当にこれね、ちょっと落ち着きますね。これね、両陛下です。で、会話、コミュニケーション、
取っておられます。そしてこれ対処に多くの忍耐と知恵を必要とする状況にはなります、なります。でも百合の花が語ってるんですよ。英国滞在中の静穏平穏そして満足、それとこのお二方の両陛下の円熟味とか、あと尊敬を集めるとか、誠実さ、正直さ、公正さ、これが人々を引きつけるとか、あと純粋さなんです。それが出ている。なのでこの会話とか、コミュニケーションというのも英国内だと思います。ああいかと違いますからね、ペラペラですから ね。なので会話されます、直に通訳なしで、いかにしてほしいですこの安っぽい言葉、でこちら予算が見直される、でこちらこれ最後の位置に来ていますと、例えば何か動きとかニュースとか情報とかそういうのが出ていくっていう風になるんですよ。でこれ訪問という意味もあるんですけど、こう出ていく感じなんですよ。だからご無事に出国なさるような感じがするんです、英国をこの時間をお過ごしになって。ちょっと待ってください、これ次見ますね、これ残しておきますね。 Ring Plover。 あ、よくやった、すごいいいカードばっかり。え、なんで、もうなんでってください。この前のこれは何なんですかぐらいでしょ。これでもこれ当たってますからね、これね、はっきり申しました、当たってますよこれ。これね、リング、これはもう英国とご結婚するぐらいのイメージなんですよ。もうパートナーシップ、それから同意とか合意、そして再会、約束、そのために会われる、団結がある、そういうのが出てます。あとね、契約とか取引とかそういうのもあるんですよ、でね、何かね良い契約でもなさればいいですよね。ね、取引っていうと聞くエスタじゃ、エスタや川島じゃあるまいしね、なんか商売臭いんで、そうではなく、もうなんかね、こう何でしょう、団結ですよね、協力とか協定みたいな感じ。とにかく絆を表します、結びつけます。指輪をはめて帰ってこられます、これで。こちらこれを見てください、クローバーですからね、四つ葉のクローバー、何の説明もいらないですよ。幸せと幸運、大きいものであれ小さいものであれ幸運がある、それからチャンス、さまざまなチャンスがあるんですよ。そこに偶然の出会いがあったり、驚きがあったり、嬉しい驚きですよ、それがあります。そしてこちら、両陛下は英国の方々に喜び、満足、幸福を振りまいてこられる。でこの両陛下の情熱とか愛、それから寛容さ、寛大さ、親切さ、優しさ、理解と、それから慈悲の心、同情の心を示してこられる、お伝えしてこられる。逆も感じます。英国、例えばね、英国王室の方々からそれを受けられる、そんな感じもしますし、英国民からもかもしれないですね、何か受けられる気がしますよ。そういうの、同じようなもの、愛とか、親切とか優しさとか、理解とか同情とか、救いたいという慈悲の心とか、英国からも王室からも与えられる、そんな感じがしますよ。すごくいいカードですよこれ、すごくいいです、びっくりしましたよこれ。じゃあこれは何なんでしょうね。こういうことはやっぱりあるんですよ。だから気をつけなくてはいけないんですけど、このカードは大丈夫だっていうことを伝えてます。なんかいつもこういう結末ですよね、このカードは大丈夫だって。なんかね、すごく俯瞰したところから伝えているというか、結果の、本当結果の結果を伝えているような。でこれはね、その もうちょっと目先のことを伝えているような感じがするんです。今回このカードはすべて危ないということを伝えています。でも大丈夫というのが両陛下なんですけれども、でもね、先に
手を打てることは本当に打っておいてほしいですし、我々ができることといえば、危ないんじゃないか危ないんじゃないかっていうことを散々騒ぐことだと思いますよ、我々一つ一つ全て疑っているということを先に言っておくべきだと思います。まあもう皆さんされてますけどね、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。